私たちはフルートとギターのデュオのアミティエです。アミティエというのはフランス語でお友達という意味があります。今日は皆さんといろんな音楽を楽しもうと思っています。では早速なんですが、ここで私たちが演奏している楽器の紹介をします。フルートは息を出して音を出すんですが、すべての息を楽器の中に入れてしまうと音が出ません。息を半分中に入れて、で半分外に出すと、このように音が出ます。でフルート得意なことがありまして、小鳥のような鳴き声を出すことができます。森のくまさんの最後のフレーズを使って、その小鳥の鳴き声を表現してみます。奏法としてトレモロ奏法という弾き方を紹介したいと思います。トレモロ奏法というのはですね、右手の親指、薬指、
中指、人差し指順番でこれを早く動かそう。こんなふうなあのメロディーが際立つような弾き方なんですけども、禁じられた遊びという曲を使って1番は普通で2番目にトレモロ奏法を弾いてみたいと思います。Thank you.
楽の楽しさ、音楽ができることって幸せという思いが伝わるようなプログラムを作成しています。皆さんそれぞれ工夫を凝らしたプログラムになっていますので、どうぞ最後まで楽しまれてください。それではプリズムさん、お願いします。どうしよう、もう時間だよ。全集中。そうだ、しほちゃんのピアノの音でこさちゃん呼んでみるっていうのはどう？じゃあ、しほちゃん、お願いね。知ってますよね。ただ鍵盤から音が出ている
ある原理を使って音が出ています。その原理とはテコの原理。本当はピアノの中を取り出して皆さんにお見せしたいんですが、このホールの広さだとちょっと大きさ的にも見えづらいと思うので、今日はコサちゃんに素晴らしい模型を作ってきてもらったので、その模型とコサちゃんの体を借りて皆さんに音が出る仕組みをお伝えしたいと思います。登場してきてくれました。はい、鍵盤とこちらがハンマーといってですね、中に入ってます。では鍵盤を押します。押します。はい、そうです。同時にハンマーが上に上がりましたね。はい、ハンマーが上に上がって、上にある、さらに上にある弦を叩いて、叩くことで音が出ています。もう一回いきます。鍵盤を叩きます。そうで、ハンマーが上に上がって弦を下から叩くことで音が出ています。なのでピアノは打楽器の打と弦楽器の弦と書いて打弦楽器と言われています。そうです。なのでその弦の長さですね、ピアノはだいたい2メートルほどあります。ちょっと紐があるんですけどお願いします。このくらい長さが貼ってあります。はい、2メートルくらいですね。で、この弦の長さとコサちゃんのぐるぐる巻きのホルン、どちらが長いと思いますか？クイズになります。コサちゃんお願いします。さあ、しほちゃんからクイズが出題されましたが、このぐるぐる巻きのホルンをほどいて比べるということはちょっと難しいので、今日はですね、模型のホルンを準備してきました。こちらはですね、ホース、皆さんお庭にこう水をまいたりするときに使われると思うんですけども、ビニール製のホースに錠をくっつけた手作りホルンです。一応長さはですね、本物と同じぐらいになっていますので、それでは早速弦の長さとホルンの長さ比べてみましょう。いかがですか？ホルンの方が随分長いようですね。実はホルンの長さというのはメーカーによっても少し個体差はあるんですけれども、だいたい 3.4 メートルぐらい、非常に長いんですね。この長い管に息をふーっと入れて音を出しているんですけれども、なんと先ほど使っていたこのホルンですね、指のこう押すところ、キーというんですが、キーはですね、たった3つしかついていません。一体どうやってたった3つのキーで音楽を奏でているんでしょうか。不思議ですね。この秘密は実は私のこの唇にあります。金管楽器というのはですね、唇でこう音を変えているんですけれども、この仕組みを使うとこの模型のホルンを、こんな風に演奏することができます。この原理と、3つのキーを組み合わせてホルンというのは演奏をしております。アニシモフという大変珍しい作曲者が作りましたポエムという曲をお送りいたします。それではお聴きください。Thank you.
アウトリーチの出演の若手演奏家の方に、このホールで演奏する機会をですね、作りたいということで、今年度から初めてこういうアウトリーチ出演のアーティストの方に、ホールで開催をしたっていうことになります。それが、まあ、ちょうど今年はねコロナの影響でなかなか演奏の機会がなくなってるところに、もともと我々企画してたのとちょうど、まあ、あったというかっていうような状況ですね。それではピアーチェさんのステージです。どうぞ。
最後にお届けするのは私たちが作ってきた曲です。
アスカさんが歌詞を書いて、私がメロディーと伴奏をつけてきました。私たちの言葉とメロディーが皆様に伝わりますように。トレジャー。続きましてはピアニストの藤沢奈々さんのコーナーです。奈々さんも今日奈々さんの大好きな作曲家の作品を演奏してくれるそうですよ。Thank you.
奏する曲はパオラの聖フランチェスコが起こした奇跡のお話が元になっています。さあどんなお話なのでしょうか。パオラの聖フランチェスコ。昔イタリアのパオラ市というところに聖フランチェスコという人がいました。聖フランチェスコは数えきれないほどの奇跡を起こしました。ある日聖フランチェスコがお供の人たちと一緒に旅をしていました。その日は天気が悪くて海はとても荒れていました。しかしフランチェスコたちはどうしても向こう岸まで行かなければなりませんでした。ちょうど小舟を見つけたのでフランチェスコを船長に、あなたの船で私たちを向こう岸まで連れて行ってください、お願いしますと頼みます。しかし船長は、それなら金を払え、払わないのならお前たちを乗せる船なんかないと答えました。お供の者は、フランチェスコさんはすごい能力の持ち主なのにそんな態度をとってもいいのですかと言いますが、もしそんなに偉いのなら波の上で歩かせてみろ、そんな汚い格好をしたやつなど乗せるもんかと言い張ります。そんなことを言われても聖フランチェスコは怒りもせず、弟子から遠く離れたところで神に対して祈り続けました。しばらくすると、もう大丈夫です、私たちは神様のおかげで素晴らしい船を手に入れることができましたと聖フランチェスコが戻ってきました。どこにも船なんかないのにとみんな不思議そうにしています。では突然ですが、ここで皆さんにクイズです。フランチェスコたちはこの後どうやって向こう岸まで行くでしょうか。聖フランチェスコが自分の着ていたマントに十字架を切ると、なんとマントと杖が一つの船のように合体してしまいました。そして聖フランチェスコやお供たちはそれに乗り込んで出発します。その船の凄まじいスピードに人々は驚き、先に行ってしまった船の船長たちは、本当に悪いことをしてしまった、どうか許してください、僕たちの船に乗って行ってくださいと泣きわめきました。しかし聖フランチェスコたちは素晴らしいマントの船で船長たちよりも先に向こう岸まで到着できました。この奇跡の話はイタリアの教会に描かれて今も人々に伝えられています。おしまい。それではどんな波、そしてどんな気持ちで向こう岸まで渡るのでしょうか。音楽を聴きながら想像してみてください。Thank you.
いたみたい。やあ皆さん、今日はお集まりいただき心から感謝する。私がベートーベンだ。昨日で250歳になったんだが、ここで私の人生を振り返るのも悪くないだろう。時を戻そう。私はドイツのボンで生まれ、自分で言うのもなんだが、小さい時から音楽の才能があったのだ。しかしそれに目をつけた酒飲みの父親は、自分の酒代を稼ぐために私にお客さんの前でピアノを弾かせたのだ。まあそんなこともあったが、私は作曲家になる夢を持って音楽の都ウィーンへの旅立ちを決意した。ここで私の作曲家人生に立ちはだかった苦難を3つ聞いてほしい。1つ、耳が聞こえなくなる。2つ、実らない恋。3つ、甥っ子の裏切り。1つ目に関しては先ほど奈々さんが言った通りだ。2つ目についてだ。私は恋をするたびに結婚しようか悩んだが、相手はお金持ちのお嬢様。彼女たちが夫に選んだのは私ではない。収入が少ない若い作曲家よりお金持ちの坊ちゃんと結婚していったのさ。愛とは、愛とは失礼。三つ目の甥っ子の裏切りとは、私には父親代わりに愛情を注いで育てていた甥っ子のカールがいた。しかしどういうわけか、カールはぶれてしまった。私の葬式にも来てくれなかったよ。そんなこともあったが、私はいかなる絶望も自分の力で立ち上がってきた。絶望も喜びも作品に込め書き表したのだ。全集中、音の呼吸だ。そんな作品たちは人々の心を捉えた。私の作曲家魂は鬼滅、不滅だ。こんな人生を生き抜いた私から、今大変な時代を生きる皆様にこの言葉を送る。悩みを突き抜けて喜びに至れ。ベートーベンからのお手紙でしたが、最後の言葉はとても胸に刺さりますね。最後の言葉はまさしくベートーベンの代表曲交響曲第9番の合唱歓喜の歌に込められています。オーケストラに初めて合唱がつけられた歴史的にも革新的な曲です。それではインチコ総合文化センターアウトリーチメンバーの特別編成でのご来場の皆様への今日の感謝の気持ちと、私たちの音楽ができることへの喜びの気持ちを込めて演奏いたします。Thank you.
日頃学校の体育館とかですね、コードで演奏しているところを音響の優れたホール、それから舞台と観客席があるというところで観客の皆さんと一体となって演奏できるというのをとても楽しみにしているというか喜んでいるという感じがしました。子どもさんたちからですね、例えば声楽のアーティストだとこんなに人間って高い音が出るんだとかね、トランペットとかね、そういった楽器を初めて生で音聞いたっていうことでとても皆さん感動されてて、子どもさんからそういう感想が来てて、それと学校の先生方からも生の演奏を聞く機会がない中でこういう機会を設けてもらうともう子どもたちに非常に大きな効果になりますっていうふうな話もいただいてます。本日のコンサートそうなんですけども、ワンコインリレーコンサートということで、500円で質の高いコンサートが聴けるということでですね、これも合わせてアウトリーチとワンコインリレーコンサートということで、年々ますます充実していきたいと考えています。